後ろのムーミンはこれはオーディションの時のやつです。こうやっておもろすぎた。あ、ほのぴーの配信で見てくれた方もいる。はい、ということで今日は何グラをね考えていきたいんやけど、ちょっとどうしよう、初めての何グラやから。あー、23日もういっぱいいてくれて嬉しい。小より皆さん、板垣小より推しですか？板垣小より推しの方ですか？皆さんは板垣小より推しの方がたくさん当たってくれてる気がする、コメント見る限り。ネギ塩、ネギ塩、ネギ塩。なんかほのぴーの配信で見たヘアピンが、あ、下に置いてきたわ。かゆう、靴下、靴下のゴムかゆう。ネギ塩やばい。ありがとう、みなちゃん、みなさん嬉しい。手が聞こえるよし。今からマジお腹空きすぎて、あのうどん食べようと思ってるんやけど、明太子かネギ塩味があって、ネギ塩ってこよたん明太子って言われたから、ネギ塩って言いました。もうそうそう、ちょっとめっちゃええー、のじゃあどうするどうする。そうそうそう、なんかの味付け聞かれたの、うどんの。じゃあ何グラやねんけど、ちょまずノート持ってきた方がいいよな、ってか準備悪、ごめんね。ちょっと待ってて、走るです。よし、オッケー。ただいま、ただいまなう、ただいまなう、ありがとう皆さん。ねいなちゃん、くまありがとう。スケーモンさん、バラありがとうございます。ねいなちゃん、ハートありがとう。ネギ塩、はい、持ってきてよ。どうやって考えようと思って、見て、めっちゃ可愛いこれ。でさ、なんかさ、引き出し見てたらさ、めっちゃ懐かしいペン見つけた。これ小学校の時使ってた鉛筆キャップとかいう響きが懐かしすぎる。これに何グラ候補を書いていこうと思っといてますね。どうする？ってことで、なんかどうしたらいいんやろ。5月の休日やんな。ありがとう皆さん、褒めてくださって。普段あんなギャルで絶対言ってない、もう全然。まこさん、ハートありがとうございます。あー、やっぱこより、5月4日の朝、福井もそれ思った、ありがとう。5月4日こよの日ね。それもいいよな、なんかリーがあんないからこよでもいいねと思って。なんぐらごめん。全然。クーリン、この前お見送りありがとう。ありがとう、こちらこそ。いっちーさん、連休やないかっていうツッコミ待ち、どういうこと？5月4日ってもうゴールデンウィークか、中か、なんならダメなのか。そういうことか、ごめん、もうごめん、もうちょっとのツッコミ上手くなりたい。全然気づかへんかった。のっぴーさん、魔法のランプありがとうございます。クーリンって大喜利苦手、まだやったことないな。やったことあるか。こちらこそ。5月21日、板垣大輔さんの日、え、マジ？ほんまに？何日って？5月21日、え、マジで？一回メモる。え、ほんまに？知らんかったそれ。え、何？運動起こした日ってこと？
ルールはゴールデンウィーク後の祝日やんな。そやそうかどうしよう。4月4日はいつ5月緑の日、あ緑の日か、何目目だ、雇用日の雇用の日の振り替えもともと祝日なのにごめんね。フーリン大好き、かわいい、ありがとう。私も皆さんのこと大好きですよ。みんなのこと大好きや。ちょいかさ、ちょ聞いてください。今さ充電しながらさ、あのショールームしてて、こっちにコンセントがあるのね。でいつも反対やから、こうやってコメントこうやってやったら 手が全部映ってちょっと困ってる。ごめんね、めっちゃ。だから左手でやる。生誕さん当たっておめでとう、ありがとう、嬉しいです、当たったくれて。 NMB にいたら大喜利は運命ですよね。絶対しなきゃなら、もうすでに一発ギャグはしました。見てない方はあの GSGK を見れるんかな、アーカイブあるかな。タレゾウさんハートありがとうございます。6月は休日ゼロだから、逆に5月の祝日を半分6月に移動。なるほど。でもどうなんやろな、祝日ゼロって珍しいよな。6月誕生日みたいやね。わかる。5月12日がワンちゃんの日。あれなんか見かけたかも、ワンちゃんの日って。誕生日み、誕生日いいよな。旅行券やっけ、なんぐら先輩方が本気で狙ってた。あそうなんや、景品生誕さん当たらんかったら暴れるって人当たったんかな。当たったよ当たりましたね。嬉しい、マジ嬉しい認知のされ方。タレゾさんハートありがとうございます。100個ありがとうございます。ともちんさん姫のやつありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとう。あ、板垣大輔さんの誕生日か。え近っ、これ5月23やからお誕生日か。そうなんや大好きもらいました6月3日やったらあっさり決まったのにね。ダメなんかな、6月はムーミンの日、板垣大輔さんがモデルの人、朝ドラに出てました。板垣大輔さんですか本当に板垣、間違えた、ちーねーさんハートありがとうございます。私もずっと考えてるけど全然思いつかへんね。なんでみんなあんなにすごいんだろうね。誕生日おめでとう、ありがとう。22日板垣小より誕生日イブの日。あーなるほどね、前夜祭みたいな感じ。こよたん誕生日、生誕祭、前夜祭、前夜ってどうやって書くんだ。はいはいはい、前夜祭ね。ほのぴー超えた、ほのぴー超えた。 GSGK 早起きすぎて笑いました。マジで早かったですね、あれなかなか、なかなかのお早起きこんばんは、こんばんは。小百合も面白いから大丈夫、ありがとう。貴族だったんですか。中野さんミラーボールありがとうございます。こんばんは。タムタムさんお疲れのやつありがとうございます。ありがとうございます。チーネさんクラッカーありがとうございます。23日にオタがオタを見に行きます。ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。何なのだろう、あのこれ誕生日の前後3日間くらいがなるんやったっけ。生誕っていつ発売、わかんない、わからないんですよ。楽しみにしててください。めっちゃ可愛いよ。じゃあ自分で言うのもなんやけどふーちゃんいます。ふーいないですね。ふーたー、ぽきまるー、ちねさんハートありがとうございます。中どんさん可愛いなやつありがとうございます。ライちゃん泣いてないかも
恋、恋よ、逆から読むと良い子の日、良い子の日、ありがとう、いいかも、良い子の日、5月14日、ありがとう、良い子の日、ありがとうこんばんは、コウタもう大好きになっちゃってます、ありがとう、大好きになってください、ありがとうございます。本当に僕も生誕祭当たらなかったらウサギの被り物かぶって暴れたる。え、もう当落出ましたよね、どうでしたか、当たったGSGK でコヨタの魅力爆発してたよ、そうかな、なんかありがとう。わいつも4時半起きやけどそれより早くて驚いた。4時半ってめっちゃ多くない、めっちゃめ多くないじゃない、めっちゃ早くない、あ、プキマル来たもう生誕祭が嬉しすぎて夜も寝れんな。いや、もうしっかり寝て準備してください、あの公演のね予想は明日と思うけど、明日ですかね、一昨日の公演でこよりんに会えて嬉しかったです、こちらこそ嬉しかったです、ありがとうございます、名前聞いた瞬間に分かりました、ありがとうございます、こんばんは。こよりんだけじゃなくふーちゃんも名前多いよね、そう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 、プキマルはめっちゃ多くて、ふーちゃんこっち来て、プキマ、プキマウス、かわいい、なんちゅきや、プキマウスが、じゃーん、プリちゃんです、よいしょ、プチマル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 、どうやったら見せれるんだろうね、いつもこれ模索中、模索なう、いつも模索なうだよ、もうかで嫌われ者や、嫌われ者やふ、あーやだ、揺らさないで、こっちこっち来て、めっちゃ可愛い、ちょっとほんまにもうちゃんと見てほしいんですよ、このフェイスを、プリ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 フェイス、このウィスパーカットがめっちゃいいんですよ、最高、最高です、プチマル、プーちゃん、ん、ウィスカーパッドです、尻尾ブンブン振って、あ、ちょ、やばい、やばい、毛が、毛羽立つ、毛羽立つ、やばい、めっちゃ痒い、顔、あ、毛羽立つ、毛羽、毛羽立つあー、痒い、お話しかい、あ、痒い、痒い、痒い、ごめんお話し会ありがとうね、ギャルクーリン最高すぎた、こちらこそありがとう、皆さんツイッター見てくださいましたか、ツイートしました、さっきそう、結構流れちゃうからな、ツイッターって、そう、随時開いて見てみてください、アカウント、クーリンの生誕祭当たった、仕事終わったらダッシュで行く、ありがとうございます、嬉しい、生誕祭楽しみすぎる、あ、マジ誰か泣いてたんや、マジか、9期生で賢キャラってどなたですか、私嘘嘘嘘です、え、誰やろ、でも賢キャラ、え、キャラ、キャラ、賢は、賢いのは、え、誰やろ、でも学力勝負とかいつかしてみたいですね、誰、9期生賢い、どんなんやろ、いつか学力バトルみたいなしてみたいです、ちさちゃんさん、すずらんありがとうございます、ともちんさん結婚してんのやつありがとうございます、こんばんは、これはオーディション時代のに作ってたやつです、そのまま貼ってます、こうすけさんレインボースターありがとうございます、なかどんさんラブレターありがとうございます、板垣大輔さんと小よりさんの誕生日の真ん中の22日を板垣記念日にしよう、あ、いいかも、真ん中ね、板垣
板垣記念日。ありがとうございます。みつきちゃんミラーボールありがとう。紫のペンライトもありがとうございます。コーリン大食いだったの意外だわ。うん、あんまり言ってなかったから。そうなんです、めちゃめちゃ食べてましたよ。当落出るの早くてびっくりした。そうですか、早くなってんの生誕祭の時って。大丈夫でしたか皆さん。一般枠とか女性グループ枠は明日の登録。あ、そうなんや。今日モバイルですか、モバイル会員。ゲロのこよりちゃんこんばんは。こんばんは。私は生誕の登録明日やからまだなんとかなんとか。え、待って、なんか私勝手に当たったと思ってたんだけど。お願い当たってほしい、もうマジ当たってほしい。フータ降りた。え、当たったと思ってた勝手に。なんでやろ俺は僕は一般枠だから明日です。明日もあるよな。明日は一般枠ってことか。あ、そういうことか。待って、なんか文字化けしてしまった、ごめん。うん、なんか星になるのよ。モバイルの当選は今日ってことな。ありがとう。あら、かわいい。あ、フーちゃんいっぱい褒めてもらってます。あやみんとこの猫もかわいいよな。かわいい、ありがとう。おとなしくないですよ全然。のかちゃんさんハートありがとうございます。もう全然おとなしくないですよ本当に。尻尾がやばいし。キャットタワーありますよ家に、下に1階にあります。初めての生誕祭はやっぱり特別だよね。どんな感じになるんやろうって。結構緊張してる部分もあるんやけど、久しぶりのメンバーやなーって思って。こんばんは。ペットの毛ってめっちゃ絡むよね。うちの子も毛かゆい、ほんまにかゆいです、やばい。なんかマスクの間にマスクこうなんていうんやろ、なんか なんていうんやろマスクしてるじゃないですか。その内側に毛が挟まってて、ら挟まったままつけたらめっちゃ痒くてなかなか取れへんから、特にウレタンのマスクとかに引っかかったらめちゃめちゃ痒いです。誕生日皆さんありがとうございます。替え毛期、替え毛期っていうのかな、なんかね、季節の変わり目とかは結構変わっちゃう。ご予定プリクラください。あ、どうぞどうぞ、ツイッターに載せましたので猫アレルギーではないと思うんやけど、そう騒がわしい。今友人宅で見てるけど、飼い犬のゴールデンの仕掛かりをかけられてる今この状況ゴールデンレトリバーいいですよね。大きいワンちゃんほんまに好き。見たよ、ありがとう。つけまつげがちょっと怖かったごめん。クータン更新率高くていいです。どうです、ちょっと自分にできることを今は頑張ってます。マナかな。中野さん、クマありがとうございます。それはない、やばい、メール来ちゃった。ありがとう、こちらこそ。ギャル子予定かわいすぎてありがとうございます。思ったよりギャルでびっくりしたけど可愛かった、ありがとう。クヨタンの得意科目、ないかな、ないな、得意科目ないんですよ。かしこちゃんはヘイヘイかなと思ってたけど、こよりも自信あるんやね。ないですねやっぱりヘイヘイなんかな、どうなんやろ、あんまりみんなの学力知らんから、いつかしたいな。のっぴーさんクラッカーありがとうございます。ほなかしこはこよたんってことでオッケー。そうなん、マナミン聞くん、マジ。ミソラちゃん博識キャラでいこうとしてるめっちゃおもろい。ミソラは語彙力がある。ネイナちゃんラブレターありがとうございます。マコさんクラッカーありがとうございます。ネイナちゃんハートありがとうございます。Y の会社で 1×1 は5、2×2 は9っていう人おるから大丈夫よ。ボケてるんじゃないですかもうそれって。あ、いたちねさんピンクのペンライトありがとうございます。
なるほど。そういう生誕の日とかがあるのね。ちょっと早いけど誕生日おめでとう、かなり早い、ありがとう。なんか前後が鳴るみたいよ、この画面に。生誕の当落午前中に出てた、史上最高の速さかな。え、そうなんや、可愛い、ありがとうございます。スピーチ考えてる？なんか何をどこまでどんな気持ちを言ったらいいのか、やっぱりいっぱい思ってることあるから、どんな気持ちを言ったらいいのかとか結構迷ってるけど、なんか感情を言葉にするのがあんまり得意じゃないから、表に出にくいからちょっと迷ってます、今まだ。誕生日当日にお祝いできるの嬉しい、ありがとう。どうしよっかな、感冒気が感じもへんかった、もうあかんやん、これかしこ絶対ちゃうやん。たけぽんさんハートありがとうございます。どうしよう、あ、ありがとう、時間教えてくれて、9時半までにしたくて。たけぽんさんハート100個ありがとうございます。そう、ナングラ、そうです、ナングラなんですよ。なんか正直考えてたのが、あの板垣小百合生誕祭、生誕爆誕日とかっていいんですか、そういうのってもいいんですか、それしか思いつかなくて、私がほのぴーと配信してた時のっぴーさんハートありがとうございます。ちねさんペンライトありがとうございます。得意教科はホームルーム得意教科なんや。じゃあ私もそれかも、私はショートホームルームかな。みそら頭よさ、みそらはすごい、なんやろ、漢字というか読解力というか、なんやろな、語彙力があってボキャブラリーがすごいです。なんかどの感情をどの言葉で表現したらいいのか分かってる気がする。 NMB はクックできれば賢いから、クックはもう小2でマスターしてますよ。こんばんは、もうね、てんちゃんからカラオケのやり方聞かれてないです。バビゴの日、バビゴ、あーいいかも、バビゴの日ありがとう。最近バービーが話しない中野さん紫のペンライトありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ピンクのペンライトもありがとうございます。キングキャメロンアットプー国民さん、紫とピンクのペンライトありがとうございます。ちゃんと正すなら今日はモバイル映像走行98等と、明日はそれ以外、なるほど、98権利のやつですか、ありがとうございます、教えてくださって。ちねさんペンライトありがとうございます。のかちゃんさんバラありがとうございます。気持ちを口にするの苦手って言ってたし、こよりんの言いたいことだけでありがとう。当落土日は結構早いんや。生誕祭アンニョンハセヨイップだこより、あ、カムサムニーだ、ありがとうございます。半分準備して半分その時の気持ちを話せばいいと思います。どうなんやろ、爆誕日私予定日当日に生まれたんですよ、5月限定のね、5月だけだから。中野さんバラ、花束ありがとうございます。
NMB は何でもありかな。スケはそれでもいいけど、もっとインパクトあると良さそう。確かに名前知ってもらうために板垣って入ってる系の名倉がいいかも。確かに確かに、せっかくあのツイッターもできたし、ブログよりは拡散力というか見てもらえる数が多いし、使っていきたいかな、そういうところを。どかちゃんさん、バラありがとうございます。そう、誕生日使いたいの。好きな科目は放課後で。確かに板垣さんが21日23日で誕生日やから、そのありがとう。氷だ、冷たくない、うん、ありがとう。うどんが来ました。どうしよう、何だか考えながら。タンプレ使ってくれてても上司。ありがとう。せっかくだから5月23日決め打ちして何かの日にして。確かにもう5月23日に決めるか。どうしよう、ちょっと一回食べるね。めちゃめちゃお腹空いちゃった。冷たいおうどんなんや、これあったかいやとか思ってた。いただきます。なんかライちゃんが来た。絶対匂いに釣られた。キングキャメロアットプーコクミンさん、ハートありがとうございます。何をする日なのか面白く。確かに今宵、どうしよう、めっちゃむずいやんこれ。こんばんは。浴衣のワールド感はある意味天才。うん、そうなんよな。浴衣は木曜日公演楽しかった、名前呼んでくれてありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう。鳥取は四国。みそらちり弱いんかな。誕生日前夜祭高野菜入れて3連休。あ、めっちゃいい、めっちゃいいかも。誕生日おめでとう、ありがとうございます。これありがとうございますって言っていいのかな、誕生日じゃないけど。でもありがとうございます。23日何の日がいいか、そうしようか、そうしようかな。こんばんは、ありがとうございます。コイリン生誕祭、ハンカチ持っていかないと号泣しそうな予感しかない。もしよければバスタオルなど。いや、そんなにやんと思う。ごめん、めっちゃ食べてるとこ見せちゃった。母ちゃん、おー辛い。30分、恋文の日。恋文の日なん、23日って。じゃあ小寄に恋文を送る日にしたいな。恋文の日ってめっちゃいいじゃん。もう一個の携帯充電して調べたらよかった。ちょっと待っててください。ちょっとこのもう一個の携帯を充電して調べる。中野さん、かわいいのつありがとうございます。うどんありがとう。うどん一緒に心が和む日にする。でもめっちゃそれもいいよな。
三重は伊勢うどんが有名やっけ。うん、伊勢うどん、なんやろ一番有名なんて、なんなんやろな。中野さんハートありがとうございます。どかちゃんさんバラありがとうございます。マジレスすると5月23日はキスの日だとか。そうなんや。うわそやな、23日爆誕して、そやな、ひこだね。中野さんペライトありがとうございます。くじありがとう、お時間教えてくれて。みんなのアイドル板垣小より爆誕しか小よりん小よりん小よりでんウィーク Go to Mickey ありがとう心が平和になる日。今日はお話し会ありがとうね、やっと始めましてできた、ありがとう、こちらこそこちらこそありがとう。ありがとう、そうやっと会えたね、やっと会えました、ありがとう、こちらこそほんまに。うん、ネギ塩キムチが乗ってます。恋文、あ、恋文が語呂合わせってこと。え、めっちゃ良くないですか。え、待って、それがいいんですけどどうしよう。え、小よりに、小よりに送らなあかんね、しかもそれは小よりの誕生日だから。え、どうかな皆さん、小よりに恋文を送らなあかん、ダメな日、どうかな皆さん。皆さんどう思いますか。What do you think? タレゾーさんハートありがとうございます。おかちゃんさんハートありがとうございます。5月誕生日のメンバーが全員自分の誕生日を祝日にしたら選ばれないと思うの。なるほど、確かに5月の思い多いし、雇用組名前も誕生日も入っていいと思う。そうする、そうしようかな、雇用組あの格好で帰ったの、着替えました、これで着替えたの。今から雇用組書かないと、まゆみるちゃんの便箋買うところから、ありがとう嬉しい。メンバーとファンが生写真トレードできる日メンバーとなんや、しかもそれあり、賛成。じゃあ恋文にしようかな。マジめっちゃ私気に入ってるんですけど、どうですか。そろそろ充電ができた、できてないですね、まだ。恋文の日めっちゃ可愛い、それなんかめっちゃ可愛いんですけど、そういうのなんかこよりんのお便りなんですね、もう場面の名前が。それにも絡ませられたらいいんやけど、でもそんな欲張りすぎてもあかんな。みんな優しいめっちゃ優しい、皆さんほんまに、これりほんまに嬉しい、なんか優しい、ほんまにこの卵の黄身がめっちゃ美味しい。うん、じゃあそうしようかな休んでたこよりにふみの日、そうしようかな。こよりこよね、恋文の日、うん、恋文の日てか普通に出てくるのはあかんのか、普通に出てくるのは。ハットさん馬のやつありがとうございます。気に入ったやつにしようかな。景品知らないんです正直。
誕生日おめでとう、ありがとうございます。恋文を小よりに送る日にしてなんとかするとか、大喜利的なもの。恋文の日はそのままあるから、誕生日と絡ませて小よりにラブレター書く日ってさらに要素。なるほど。小百合が誕生日やからってのも言っていいんかな。うどんです、うどん美味しいです。ハットさんいいねのやつありがとうございます。10回目、早じゃないわ。なんとか言い回しを、そう言い回しやんな、難しい。それが今充電できたからな。どうしよう、恋文、恋文、ラブレターを、ラブレターでいいんかな。ラブレター、恋文の日なので、ええ恋文の日なので、えどうしようごめん入らへんかった、口に、恥ずかしい。調べますね。5月23日何の日って調べました。大喜利に寄せた方がいいんか。コニーさんハートありがとうございます。ラブレターの日になってるな、確かに。恋文の日になってるわ。オーマイガーシュ、もうあるのか恋文って。もう割ったらダメなのかな。こよりんの誕生日なので、みんな恋文を書くための休日。あ、めっちゃそれいい、めっちゃいい、それそれめっちゃいい。そやんな、恋文を書くために休まなきゃダメなの1日かけて。コニーさん恋文ありがとうございます5月9日こよりんに出会えてひたすら泣く日、号泣ってこと。それ小よりじゃなくてもいいんかな。号泣、小よりターの日。実在したらあかんってこともないけど、そやな、なんかグレーだよね。どうしよう。ごめんなさい、なんかおかしくなっちゃいました。入賞を狙うならもう一ねじり。なるほど、入賞を狙わなあかんよね、やっぱりラブレター送るかな。劇場まだダメだ、大丈夫です。あの研究生でもあのお手紙は送れます。ありがとうございます。そやんな、新しくはないんだよね。タレゾウさんハートありがとうございます。お兄さんバラ、あ、お花ありがとうございます。ひねり、私なんて言った、ひねりのこと。え、待って、恋文の日があるんやんな。え、めっちゃそれいいと思ったんやけど、どうしよう。ねじりって言った、私ごめん、かしこ無理だ。運動の日だから NMB でもこう運動会する日。なるほど、22運動の日。9時半までにはなんとか決めたい。板垣小百合恋文
え、ダメかな。私めっちゃいいと思う、それ。5月23日は板垣小よりにの総会か。板垣小よりに行きましょうか。名前を出していきたい。板垣小よりの生誕祭、板垣小よりの誕生日なので、なので恋文を送る日にしようかな。板垣小よりの誕生日に恋文を、恋文を送る日にしようかな。じゃあ、どう思う？ What do you think about this？ 食事中。それで行ってみていい？トカちゃんさん、バラありがとうございます。板垣小よりに恋文を送る日、うん、それにしようかな。板垣小よりの誕生日に、板垣小よりの誕生日に恋文を送る日にしようかな。小よりんでもいいけど、でもフルネームの方がいいか。小よりんの好きなやつで、ありがとう優しい優しい、ほんまに皆さん。じゃあ決まった、決まりました。大きく書こう、ここに。板垣小よりの誕生日に、誕生日に板垣小よりの誕生日に、ファイナルアンサー Yes。 日付もどうやって入れたらいい？そうやな、恋文を書くために休む日にする。ありがとう。で、決まった以上はほんまに送らないといけないんですか？それはもうお任せします。恋文ナウ。板垣小よりの誕生日に、書くための祝日。どう？板垣小よりの誕生日に恋文を書くための祝日。書くための祝日っておかしい？おかしいですか？待って、もうちょっといい書き方するね。この5月23日はって最初に言った方がいいか。5月23日の、え、板垣、え、コヨリンって書いていい？自分でコヨリンって書くん、これ。あ、言ってくれてる、もう OK って言ってくれてる。板垣小よりの誕生日に恋文を書くための祝日、これにしようかな。あ、休日か、
書くための休日。休日？これ皆さんなんて書いてるんやろ。5月23日が誕生日のこよりんに恋文を書くための祝日。ちょっと待ってな、一回様子見してみる。大きな声、え？できないって言われた。でもこれでもなんか使ったらなんか携帯 iPhone。 ちょっと待ちてな、後でパーッとツイッター見て休日か祝日か。そう今見ようと思って、ありがとう。何グラ、めっちゃ手こずってる。祝日がいいかな。祝日、お題が祝日はだからいい、その方がいいかな。そやんな。じゃあ祝日でいいか。ありがとう皆さん、本当にいつもありがとう。じゃあそうする、そうします。ごめんね、大きいの。じゃあこれに決定します。ありがとうございます、考えてくださってありがとう。もう私優柔不断やからさ、ありがとう、いっぱい教えてくれて、いっぱい考えてくれて。じゃあこれにするね。ありがとう皆さん、ほんまに感謝です。ただいま20分なので、ではもうそろそろ壇上読みをしていきたいと思います。よかったです、ありがとう皆さん、ほんまに感謝すぎる、ありがとうございます。じゃあ後でツイッターにあげますね。写真どうしよう、ツイッターにあげる。何の写真とあげたらいい。ギャルはちょっとおかしいやん、なんか。どうしよう、今撮った方がいいですか。この携帯加工アプリ入れてないんかな。後で撮るねありがとう恥ずかしい。はい、じゃあもうありがとう皆さん。何しよう、誕生日っぽい写真とか、あ、赤ちゃんの時の写真とか、なんか封筒持って自撮り、あ、いいかも、めっちゃいいかも。レターってことやんな。そうしようかな。なんかレターセットなかったっけ。後で探すね。え、いいかも、めっちゃそれ。冷たいうどんだから冷めてないです。もう皆さん本当にありがとうございます、感謝すぎる。じゃあ封筒とかなんか持って撮ろうかな、恋文やから。あと30、あと多分終わってから30分くらいなので締め切りが、ツイッターの。急ぎます。ではそろそろ壇上読みを。ポストの前はやばいじゃあそろそろ、あれ、ありがとう皆さん。ではでは、後でねツイッターあげますので、ありがとう。あー、じゃあ13位タムタムさん、ありがとうございます。12位コニーさん、ありがとうございます。11位マコトアットカワウソ、カワウソさん、カワウソてんちゃんさん、ありがとうございます。11さちゃんさん、ありがとうございます。9位みつきちゃん、ありがとうございます。8位タレゾウさん、ありがとうございます。7位ハットさん、ありがとうございます。6位ドカちゃんさん、ありがとうございます。5位コウスケさん、ありがとうございます。
4位まこさんありがとうございます。3位ねいなちゃんありがとうございます。2位ちいねえさんありがとうございます。1位なかどんさんありがとうございます。ありがとうございます。ではではちょっと読み終わったので一回じゃああとまあちょっとだけコメント読みとか、あでももう終わっちゃったんか。じゃあちょっとうどん食べようかな。ありがとう皆さん、ありがとう。モバメの返信、はい、わかりました、わかりました、わかりました。ハキハキしゃべらんとか、ありがとう皆さん。そう今日はさちょっとさあのカラコン入れてるのあスクショタイムする、せっかくやったらさレターセットとか欲しいよな。おっとっけん、レターセット、レターセット持ってないな。ピッピーこんな感じに、ちょっとこれでちょっとここを隠してこれにしよう、これで撮るわ後で。パシャ恋文の日ちょっと読んでる風にしとこう。パシャパシャ書いてる風にもしよう。左の方がいいかこれ、なんだろう、パシャパシャパシャ、ちょっとギャルのピースしよう。パシャ、はいオッケーありがとう皆様。何グラゲームって言うんかな、なんやろな、なんて言うんやろな。始業はお疲れ様、お疲れ様です、ありがとう。あそう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 、なんかこの前の本のつい最近の一番最近の公演のその公演前にショールームしたんやけど、めちゃめちゃ電波が悪くてずっと途切れて、なんかこよりもあの皆さんからのコメントが流れてこなくて、そうだから終わったのね。だからその振り返し配信、振り返り配信を明日しようと思うので、またそれは明日の朝、明日の夕方とかツイートしようかなと思うからお願いします。そうそれね、それね、なんでか多分低速、多分低速なったから、もう私今月やばい、今日今月低速なっちゃった、もうどうしよう。あと何日耐え抜いたらいいんだ、あと約10日くらいか耐え抜くか低速マンやからさ私毎月。お邪魔女の、えマジで下にある、下にあるわ、お邪魔状2個持ってんねん、こうたんごめんね、ほんとにくるくるやったよな、低速なの。だから明日振り返り配信しようと思うから、よければ来てください。ではでは、そろそろもう時間かな、あと3分あるわ。うん、そう低速にね、なっちゃうの。皆さん月何ギガなんですか、振り返り配信みたいなしようと思うんやけど。やっぱりさ、お外でさ使ってたら、なんか電車の中とかでもさブログとか書いたり写真をね、
ちゃんが持ってきてくれました。でも前髪あんまりの上げたらここでいいか。こんな感じ、かわいいピン。絶対こっちの方がいいやん。これ振り返り配信か、振り返りじゃなくて。こんばんは、無制限勝ち団、勝ち申してる。それは無制限は勝ち申してる。なんかやだ、なんかやだ、なんかやだやだ、ここがやだ。これかわいいメロ、コータンかわいすぎるメロ。ありがとう、嬉しいな。やだ、絶対この顔するな私。いいな無制限の人。お邪魔女グッズと、ありがとう。無限ギガ使ってるからあげたい、ありがとう。ヘアピンのおそろ、マジ、ヘアピンマジ好き、もう集めたくなる。勝手に追加されるやつとかあるんや、二台持ち。なんかもうこれはほんまに Wi-Fi つないでるだけの、外では使えない感じ。振り返りやな、ごめんね皆さん。低速なるよなやっぱり。あーなるほどな、みんなやっぱりそういう、無制限すごい。皆さんコウタも勝ち申したい。そのガチャガチャヘップにあるって聞いたから今度やりに行く。おお、ヘップにあるんや。これはな、心斎橋やと思う。これ心斎橋のあのグリコの奥のとこ、ガチャガチャいっぱいあるところの一番前にありましたよ。クーリー明日もオンラインお話が、頑張って飲みしてるよ、ありがとう。めちゃめちゃ楽しみ明日も。あ、30分なってますか。あ、ではでは皆さん本当にありがとうございました。たくさん助けていただいて本当に。では次皆さんに会えるのは明日ですね。明日来てくださる皆さんはありがとうございます。お願いします、よろしくお願いします。うん、今日もめちゃめちゃコメント読めました、嬉しい、ありがとう皆様も。ではでは、これ終わったら多分もう私は、うん、ツイートもしようと思うので、ではでは行きますね。ありがとう、お疲れ様でした皆さん、おやすみ、まだ寝やんけど多分。ありがとう皆さん、ではでは、ありがとう、本当に本当にありがとうございました。ではこれを後でツイートするので見てね、あのギャルのやつも見てね。またね、ありがとう、ありがとうございました、バイバーイ。